ジェロムレバンナ選手の入場です。全てを変えた道、 K-1 に憧れ、 K-1 で活躍することを夢見て、何も考えずに進んだ花道とは今年は違います。去年初出場初優勝の快挙を成し遂げた夢舞台東京ドーム、今年もディフェンディングチャンピオン、このマーク・ハントを迎え入れます。陽気なサモアの怪人が K-1 連覇という
偉大な K1 王者たちに肩を並べることができるのか。 K1 というリングで男は夢を叶えました。男は幸福を手に入れました。餌を求め頂上を目指す狼にはハングリー精神がある。頂上に登りついて餌にありつけた狼にはハングリー精神がないと言います。迷いが取れグランプリに集中、そして再びこの道を進む決意をしました。今日のハントはもう一度山を降り頂上を目指す飢えた狼です。パリの俺とは違うサモアの怪人マーク・ハントです。青コーナー190センチ、 117.4キログラム、ジェラムレーバンナー。コースの元へ行くのは俺だ、ジェラムレーバンナ。赤コーナー178センチ、 124.9キログラム、マッキー。今日は本当にたくさんの人が注目しています。石井投手もリングサイドに駆けつけています。さあジェロム・レバンナ初制覇なるか、それともマーク・ハント連覇なるか。決勝のリングで待ち受けるアーネスト・ホーストの元へ行けるのはどちらか一人だけです。進化を遂げたハイパーバトルサイボーグジェノムレ・バンナか、それとも怪人伝説再びか、マーク・ハント。準決勝第2試合まもなく開始のゴングです。さあいきなり脳から入っていったジェノムレ・バンナ、この2人がやると必ず名勝負になりますからね。因縁の対決をね繰り広げてきました。どっちが勝ってもおかしくないですよ。倒し倒さないできた、これはハントが出る、ハントが出る、ハントが出ましたね。74,500 の場内は割れんばかりの歓声です。しかし倒し合いますよ、倒し合いってますよ。お互いに KO で、そして決勝へ向かう、そんな気持ちが現れています。これね、バンナがどん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 熱くなってきそうですね。あとハントのパンチ、ハントのパンチ、打たれ強い横のマーク・ハント。このグランプリに向けて体を鍛え上げてきた、この両者の激しい打ち合い、コンビネーションを見せます。ジェムレ・バンナ、はい、冷静にいくとジェロムのペースになってくると思うんですけどね。ロック、これが去年との違いですよね。肉がぶつかり合う、大きな音が響いている。右ラッパーマーク・ハント、突進力の体のパワーはハントの方がありますね。長嶋さん、この両者、はい、まあ、予想するのは難しいと思うんですが、どう見てますか。いや、やっぱり僕ハント選手の、まあ、スピードとテクニックがやっぱり、はい、未来の膝、はい、上がってるなという感じするんで、難しい。ただバンナ選手冷静ですよね、今年はね。右の牌、これは届かない。藤原さんはこの両者の打ち合いというのはね、もうパリでもすごい打ち合いでしたからね。本当にそうですね、3度目の今日もまた何かが起こりそうな気がします。果たして最後に立っているのはバンナか、ハントか。左ストレート、ジェロムレ・バンナの左、ハント、一つ息をふーっと吐きました、ハント、はい、まあ、バンナの方はですね、とにかくミスをしたくない、もう反対でも勝ちたいんだっていう、今年は優勝したいんだっていうモチベーションなんですよね。去年この準々決勝で夢を砕いたのがマーク・ハントでした、はい、左のフックを当てていって右のアッパーマーク・ハント。慎重ですよ、だからバンナも今年は絶対にミスは犯さない、そう宣言しました。左のミドル、いいですよ。そしてのです、ね、あの石井館長、がすごい強いですよ ね今年はこの蹴りが良くなりましたよね。軸がしっかりしてますからね、はい、バンナが変わったのはこの蹴りです。バンナも蹴って蹴って蹴りまくった方がいいですね。左のローキック、マーク・ハントの左の足を狙っていきます。冷静になりましたね、飛び込んでいきたいマーク・ハント。しかしローキック、ジェロムレバー、効いた効いた、ローが効いた、ローが効いた、効いてますよ。バンナのローが効いている、効きま
ましたね。第一ラウンドで決着なるのか。ハントがこんな風になったの初めてですよね、うん、かなり嫌な痛そうな表情をしました、ね、マーク・ハント打たれ強いはずのマーク・ハントだけがついている。すごい蹴りだ。蹴りだ。バンナの蹴り、そして右ストレート。第一ラウンド残り10秒切った。ハントも出ていきます。しかしハントの軸がわずかにぶれた。第1ラウンドこのローキックです。あ、効いた。最後に放ったローキックも効いている。ジェロムレ・バンナ進化を遂げたハイパーバトルサイボーグ。バンナの進化の一つがこのローキック。